どうもどうもどうも。さてさて、あ、今日はね、こういうタイトルでやっていくわけなんですけども、まあ別に変な話じゃないから何も恥ずかしいこともないし、男性でも女性でも好きなように見てくれって感じなんですけども、今回タイトルにもありますけども、ちょっといや前々から気になってはいたんですよ。男ならみんな気になるでしょ、自分のこれがということでね、まあ精子観察キットというものをがあるのは昔から知ってまして、でそれを実際使ってみたらどうなるのかっていうのを知りたくて、で実際に自分で買って試してみたい。まあそう思ったらやらないといけないよね。やりたいと思ったことやっていかなきゃ、人生短いからさ、すごい気になったから私はやろうと思って。あ、ちなみに皆さん試したことある人もいないでしょう、なかなか。あ、運営さんに確認は取ってませんでもまあ別にいいでしょ、これぐらいでまあ別に、あ、何も言われてないから大丈夫でしょ。だってもう元も前々からこれやるって言って、配信待機所も作ってあったんだから、その間も運営さんと連絡することあったから、その前にその時にまあ言われてないってこと、止められないってことは大丈夫ってことでしょ別にあと最近さ、ニュースで見たの、あの人間の精子って、まあなんだろう、例えて言うんだったら、まあそれこそ本当にオタマジャクシみたいな形してるじゃないですか。でその尻尾みたいなところをパタ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 ってして、この液体の中を泳いでるっていう風に言われてたんだけども、実はそうじゃなくて、こうぐるぐる回転しながら進んでるっていうのをニュースで見て、何それ、そんなこと、そういう風になってたの、面白いってなって、自分のをちょっと見てみたいって思いがね、ちょっと強くなって試してみたわけですよ。そう、あの便も、あ、なんだ、ミトコンドリアとかがパタ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 ってさせて進むためのあの尻尾みたいなやつあるじゃないですか。あれ本当はそのなんだろう、スキューバダイビングとかするときのフィンみたいに、こう上下とか左右に振ってるんじゃなくて、体ごとぐる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 って回りながらドリルみたいに進んでるんだって。すごいよねやっぱり男はみんなドリルが好きってそういうことなんだなーってでまあ試す上でいろいろ調べたんですよ。まあなんでこういうものがそもそもあるかっつって、なんでそういうこういう精子観察キットみたいなのがあるんでしょうねっつってね、試したい、まあいろいろあるわけですけども、ここでね今回はちょっと用意してきました。はい、では見ていきましょうか。じゃん、ででん、あ、なんかででんみたいなやつ用意しとけばよかった、せっかくだから。ちょっと待って、今から用意していい？すぐつく出せるっちゃ出せるんだな。あ、これでいいね。はい、ででん、どうして精子の検査をするの？これなんでだと思う？みんなどうしてこんなことが、どうしてこんなことするんだろうっつって。実はですね、まあこれ、まあもっとそもそも男性の精子の有無みたいなことを確認するのは結局まあ不妊治療、そうですね、不妊治療なわけ。そう、正解正解、ピンポンピンポンピンポーンということで、ポン、不妊原因があるとされたカップルの中で男性に原因があるのは何割だと思いますか？ででん、何割だと思いますか？ででん、はい、これは例えば男性も女性もね、不妊治療を受ける男性と女性カップルがいる中で、男性にも女性にもありますとか、女性の方がこうですみたいなのとか、男性がこうだからですっていうのが理由があったとして、その理由がこうあるって分かった中で、男性に原因があるのは何割かっていう、5割7割6割7割4割9割3割8割、まあ、いろいろね回答していただいてるんですけども、これ実はですね、はい、こうなっております。不妊原因のなんと約 30% が男性だけに原因があると言われているそうです。100% あるうちの 30% が男性だけに理由があると言われているわけですね。女性だけに理由が、女性だけに原因がある
確率っていうのはだいたい45% ぐらいって言われてるんですって。で、両方にもある確率がまあそれ以外にあるという感じなんですって。だから男性だけに原因がある確率、割合は女性だけにある割合よりもほんのちょっと少ないぐらいなんですって。だから男がなんか女性の体の問題とかだけじゃなくて男性にも大いに問題があるんですって。ただ単純にあなたには精子がないですよみたいな、よくドラマであるじゃん、奥さんと旦那さんが頑張ってるけども全然子供ができなくて愛人を作っちゃってみたいな、よくあるさ、ドロドロのドラマあるじゃん、まあ、よくああいうので男性の不妊、男性が原因でみたいなになったりするけども、ああいうのっていうのはその精子がないってわけじゃなくて運動量が少ないみたいな、そういうことがねあったりするわけですよ。だからそういうのをこう活発化したり量を増やすためにお薬があったりするわけですよね。主に大別するとこの3つらしいです。作れないっていうのは、まあ、まさにその通りですよね、まあ、そのまま数が少ないと。で、出てこないっていうのは、出てこないはちょっとね難しいけど、なんだろう、やっぱその量が少ないってことかなとか。で、あとは性行為ができないは、例えばなんかいろいろね心的なトラウマとかあったりとか、体調面で優れていないとか疲れちゃってるとかね、そういうこともあったりするので、そういうところ改善していきましょうねみたいな、そういうこともまあ、病院とかであるんですけども、この精子検査キットを使うのはこれ、精子が作れないっていうところのチェックについて、チェックのために使うというね、ドーンドドーン、はい。あー、じゃあ根本的にどうやって増やすかっていう話なんですけども、はい、こんな感じ、精子を増やす方法、はい、ドドンということなんですけども、規則正しい生活をする、まあ、これはね大きく言ってますけども、毎日7時間以上の睡眠をとり、同じ時間に、できるだけ同じ時間に寝て同じ時間に起きる、まあ、規則正しい生活というのがすごく大事らしいです。そしてバランスの取れた食事、3食バランスの取れた食事をして、例えばあとは亜鉛が多い食事、牡蠣とか貝類とか、あとタコとかか、タウリンとかが含まれたりとかしてるね、そういうなんか、あとはビタミンも取んなきゃいけないし、タンパク質も取んなきゃいけないしみたいな、バランスの取れた食事をしっかりしましょうね。そして軽めの運動、ジョギングとか散歩とか、座りっぱなしは良くないよみたいな、そういうことですね、運動しましょうと。そして長風呂、長時間のサウナを控える、これはねもうとても大事、これすごく大事。あの人間のよくさ、薄い本でもエッチな本でもさ、こうなんだろうなあ、ごめん、あの下品な話になってごめんね。例えばあのフィニッシュするじゃんフィニッシュのシーンあるじゃん、その時にさ、あの女性がさ、なんか熱いみたいなさ、熱いのが中にみたいな言ったりするけどさ、あれは嘘なんですよ。なぜならあの精子っていうのは人間の体温以上の熱さになると死んでしまうんです。例えば41度とかになっちゃうと死んじゃうんですね。まあ42度、人間のタンパク質42度超えると細胞が死んでいくっていうじゃないですか。だから高熱って危ないよって言うんですけども、だから高温ってダメなんですよ。だから逆に冷たいぐらいの話なわけですねそうフィクションなのあれって。だから熱すぎると死んじゃうから、だから人間のそのそう睾丸っていうのはね、玉、あの金の玉っていうのはあの体の外にあるんですよ、冷やされやすいように。そうだから弱点でもあるんですけども、そうそうそう、冷やすためにあるんですねそうだから、それと同じで長風呂、熱いお風呂に長く入ってるとか、長時間サウナとかはね本当に良くないんですって。そしてお酒を飲みすぎない、お酒飲みすぎちゃいけないよと。あとはタバコ、これもすごくダメなんだって、喫煙するのは良くないよと言っておりました、書いてありました。ということでね、まあこういう理由があるわけでございますね。これを使ってみました。で、実際にこれ中身を開けると、こんな感じでした。あ、これ私の手じゃないです、これ中のね、取り扱いの方法みたいなやつの中にこういう動画があって、その一部を切り抜いてきました。はい、このちょっとここでマロ君出番ですね。マロ君おいで、はい、マル君、はい、この左上のこのカメラ、まさにこれカメラなんですけども、スマホのインカメあるじゃないですか、このインカメの上にこれを載せるんですね。これ載せます。
これ載せるとなんかこう顕微鏡みたいになっててめちゃめちゃちっちゃいんですけども、それでこのレンズのですねちょっと見にくいんだけど、ちょっと待ってね、はい、こうするとちょっと見にくいんだけど、ここに若干へこみあるの分かります？ここレンズの部分、マロ君の手の先、この部分に採取した精液をチョンって乗せるの。そうするとこうなんだろう、表面張力の効果でこの蓋がかぶさってる、この他の部分は蓋がかぶってて、そこの中にツイーって入っていくんですよ、精液が。でこの出っ張りのところ、じゃあ引っ込みのところに精液を入れるとツイーとこの表面こう全部にこうスーって入っていく、顕微鏡みたいな感じですね。マジプレパラートみたいな感じで、この QR コード、これ読んでも意味ないです、 QR コードで、測定開始しますよみたいな。でこの外れてるやつ、この紙のボッコみたいなやつ、ボッコ出た、ボッコボッコ北海道弁だからこの棒、この紙の棒、採取棒で自分の精液を採取します。ボッコはね本当に日本あの北海道の人たちが伝わんないからダメだ、はい、ボッコ、でこれ、はい、これに精液を採取します。正直これが一番大変だった私は申し訳ない、女性が聞いたらごめんだけど、これねちっちゃえんだこのカメラのサイズ見てもらったら分かると思う。このカメラのサイズね、このカメラ緑のやつね、これ端から端まで多分ね4センチもないんだよな、そうだね3センチぐらいか。でこれが 1.5 個分ぐらいだから、ここ5センチ、一辺5センチぐらいしかないの、一辺5センチぐらいしかないのこれちっちゃいのだから、ここに入れるのが大変だった大変だったわマジでちょっと笑っちゃったもんね、これ用意した時にこのパックこう開いて中に折りたたまれて入ってるんですよこれ。でパカッて開いたら、あこんなちっちゃいのと思ってこれに入れるのって、すごいねちょっとね困惑したねはい、これの中に入れて、でこの中に入れたら、ですね、精液って一番最初は皆様、男性は特に分かると思うんですけども、こうドロドロしてるんですよ、当然ね、当然ドロドロしてるわけですよでそれってね、経験したことある人少ないかもしれないけども、時間、精液って時間経つとサラサラになるの、サラサラになるんですよ、本当にね、で出したばっかりはマジで、それこそ二次元みたいな薄い本とかエッチな本みたいな感じでこう結構ドロッとしてるんですけども、時間経つと本当にサラサラになるの、液体になるんですよ。でその液体になることによって採取しやすくなるので、15分から30分ぐらい放置しておいて、これはね、まあ匂いに関しては男性なら皆さん知ってるでしょう、栗の花の匂いと呼ばれるやつですね。まあ男ならもう週に2回、1、2回は嗅いでるでしょそう、イカ臭いはね違うんだよ、栗の花、うん、いやイカ臭いは違うの、イカ臭いのってね、みんな知ってる？それイカ臭いのってなんでかって言ったらね、単純にね不潔なの単純に不潔だからです。精液自体は栗の花の匂いがします。もし精液が栗の花の匂いじゃなくてイカ臭いんだったら、それはあなたが単純に汚いだけです単純に汚いだけです。お風呂に入ってください。カードショップに行く前に風呂に入れ、イベントに参加する前に風呂に入れ、オタクくん分かったかそれだけで変わるぞ印象が。そろそろ皆さんお待ちかねだと思いますけども、私の実際に撮影したやつを見てもらおうと思います。ここに表示されます。まだ暗い画面のままなので、苦手な人は見なくて本当にいいです。見せます。苦手な人はマジで見なくていいです。もしかしたら、あ気持ち悪って思うかもしれない。結構しっかり映ってます。これびっくりした、マジですごくしっかり映ってます。じゃあ静止画じゃないです、動画です、動いてます。
じゃあ本当に、じゃあもうあとさ、じゃあ5秒数えたらいきますね。5秒数えたらいきます。いいですか？見たくない人は目を閉じる、もしくはブラウザバックしてもらって、30秒ぐらいなので、30秒経ったら動画なくなります。そこで戻ってきてもいいです。じゃあいきます。5 4 3 2 1。はい、とどうでしょう、見えてるかな。すごいよねこれ、こんな感じでしっかり映ります。これすごいよね、初めて見た時びっくりしたもん。これはですね、この正面に映ってるのが、ど真ん中に映ってるのが、まあ、まさに動いてるやつですね。下に映ってる帯状のゴミみたいなのは多分ね、これホコリが入っちゃったのかなと思ってます。もう一回ということで、もう一回こんな感じなってます。これよく見てると本当にね、螺旋回転ぐるぐるしてるように動いてる。ヒュパパパパパパーつって面白いよねこれ。アプリを使うとこれがですね、結果を見ることができます。結果を見ることができます。こういう感じでスマホのアプリで一場面を録画してデータ送信して向こうで比較してもらうんですけども、こういう風に出ます。はい、1ミリリットル中の静止数濃度、61.9100万ですね、ミリリットルという風に書いてあります。すごいよねこれ、こんだけの数がいるっていうことですよ、静止として。で、運動率としては 72.0%、ね、基準値と比較するっていうボタンがあるんですよ、この下にアプリでは。基準値と比較するボタンを押すと世界的な基準と比較することができます。でその結果がこうです。はい、 WHO の下限基準値が 1ml 中15、まあ、100万 ml に対し、そして運動率 40% が平均なんです、まあ、下限なんですって。と比べた場合、私のこの静止数濃度は約4倍、運動率も約 2.8 倍とか、そういう感じです。なので結構不健康な生活してるんだけど、加減よりはかなり上を行っているということになりました。パパパパパパーわーい。ということで、私はとても元気です。私はとても健康らしいです。ということでね、いやーでも確かに、まあまだ若いしな、22で、まあそこそこ、まあ、ちょっと言うてライバー活動も多いし、今ねコロナ禍でなかなか外出もできないですけども、運動もまあ室内でやってるし、料理も自分で作って、まあ、バランスよく青汁飲んだりビタミン剤飲んだりプロテイン飲んだりとかね、まあ、してるんで、バランス、栄養バランスはまあ気をつけつつ生活してるっていうのもあるし、あとお酒も飲まないし、タバコも吸わないし、サウナにも行かないし、長風呂もしない、まあ、睡眠時間だけはたっぷりある、ただ寝る時間は遅いみたいな。でも一日中座ってる感じなんで、そこが怖かったんですけども、大丈夫でしたね。よかった。まあ、こんな感じで簡単に測ることができます。安いものだったら1000円とか、私がこれ買ったやつは2000円とか3000円ぐらいだかな、1回使い切りで3000円ぐらいの感じです。もっと安いのもあるかもしれない。もし実際に今この配信見てるっていう中で、まあ、例えば旦那さんとか奥さんがいて、そういうなんか妊活してるとかいう人がいたら、試しでやってみるといいかもしれませんね。不安がなくなる、不安がなくなるし、無駄な時間とか精神的な疲労がなくなると思う。なんだろう、頑張ってでもできないねって なってちょっと疲れたりするよりも、早めにこういうので検査してダメだって分かったらすぐ病院に行ってなんとかしてもらうでもいいし、そういうのでもね全然いいと思う。簡単に行けるから簡単にできるから、病院行ってやってもいいだろうしね。平均は分かんない。ということで
こういう結果になり申した